本日は、高円寺の、ニューバーグに、来ました。ニューバーグはですね、超老舗で500円から、ハンバーグ定食が食べれるですね、お店です。サービスセットも600円ですね。で、まずは食券を買っていただいて、トッピングもですね、現金でできます。今日はですね、生野菜を100円を注文して、がっつり最初は野菜を食べてから、ハンバーグに行きたいと思います。このドレッシングはですね、まあ基本的にこの野菜キャベツなんですけど、このドレッシング非常に美味しいです。キャベツに非常に合いますね。程よい酸味 で早速、メキシカンハンバーグですねに、目玉焼きを1つ余分にトッピングしてます。通常は1つはついてるんですけど、2つになってますね。まあ、ハンバーグはですね、全部同じ内容のハンバーグなんですけど、まあタレがメキシカンと普通のソースと選べます。メキシカンに変えるとまあ30円高いんですけど、あとはスパゲッティとかですね、あと、まあ、ミックスベジタブルとかですね、まあ、そういった、付け合わせが、楽しめます。もうこのお店はですね、もう30年前ぐらいからあるんですよね。でも以前はね、3店舗ぐらいあったと思ったんですけど、もう長くですね、高円寺で愛されているお店です。あと結構ですね、トッピングは、いろんなものがありまして、ハンバーグ1個追加すると170円だったりとか、チーズを追加したりとか、まあいろんなですね、バリエーションが楽しめます。フライを追加したり、ウインナーを追加したりとか、まあ自分のお好みのですね、トッピングを合わせて食べていけるのでいいんじゃないかなと思います。それにですね、やっぱりこれお財布に優しいですね。お財布に優しい、もう500円から食べれるということですね。すごいやっぱ地元に愛されるっていう、理由なんじゃないかなと思います。目玉焼きを2つ目食べて、非常にですね、美味しかったです。また、来たいと思います。ごちそうさまでした。